宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。ただ女性選手の不動産大学令和4年問い中取得事項の問題編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということですね、先に言っておきます。今日やる問題はですね、難しいんでございます。難しいというかですね、知識的には多分勉強している部分なんですけども、どうしてもですね、新しい初見の問題になって出てくると対応ができないという受験生さんはですね、たくさんいるんじゃないかと思います。今日やるのはですね、来年の受験生さんにとっては非常に重要な知識になりますので、ぜひですね、集中して聞いていただければと思います。ということで早速いきますよ。こちらです。 A は B に対し自己所有の公土地を売却し、代金と引き換えに B に公土地を引き渡したが、その後に C に対しても公土地を売却し、代金と引き換えに C に公土地の所有権登記を移転した。この場合における B による公土地の所有権の自己取得に関する次の規定のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれかという問題でございます。はい、まずですね、この問題必ず関係図を書きましょう。これですね、誤解してしまうとまずいので関係図いきます。こんな感じで書いてください。まあこれですね、書き方はどういう風でもいいんです。とにかくですね、相関関係が分かるようにですね、必ず書きましょう。それでは問題いきますよ。1、 B が公土地を D に賃貸し引き渡した時は、 B は公土地の占有を失うので、公土地の所有権を自己取得することはできない。はい、どうでしょうか。最初に言っておきますがですね、今日やる問題全部理由も含めてですね、答えられるようになるということが重要でございます。はい、いきますよ。答えは、はい、これ×でございます。はい、まずですね、これなぜ×だか分かりますでしょうか。理由がすごく重要なんです。自己取得するためにはですね、占有をしている必要がありますよね。占有ですね、そこにこういるってことですね。ただですね、賃貸に出しているので自分では占有してませんよね。これさあどうでしょうかっていう問題なんです。そうなんです、これ占有とは何なのかっていうことですね。賃貸に出しているのを占有になるんですかならないんですかということを聞きたい問題なんです。結論から言いますよ。これはですね、賃貸に出していても占有になります。確かにですね、 B は直接占有していませんが、 D っていうですね、賃借人にこれ代理でですね、占有させている状態になるからなんでございます。よってですね、占有はこれ継続しているって扱いになるんです。なので自己取得することはあるんです。ちなみにですね、代理でも占有できるっていうのはですね、法律にも書いてあるんでございます。こちらです。民法181条、占有権は代理人によって取得することができる。こういうふうにですね、書いてあります。こういうところの知識をですね、聞きたい問題なんでございます。続いていきますよ。B が時効の完成前に公土地の占有を E に奪われたとしても、E に対して占有回収の訴えを提起して、占有を回復した場合には、E に占有を奪われていた期間も時効期間に参入される。はい、どうでしょうか。これもですね、民法の知識になります。いきますよ、答えは。これは丸でございます。これですね、本当に来年以降の受験生さんですね、十分気をつけてください。これはですね、今年出題されたから来年出ないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけども、これですね、知識としてはですね、出る可能性全然ありえますので、2年連続同じような問題出るってことはですね、宅建試験ではですね、あるあるなんでございます。なので、今年出たから来年出ないということじゃないんで、そこはですね、誤解のないようにお願いします。この問題はですね、これは知らないと非常に混乱するかもしれませんけども、ただですね、民法の知識を聞いているだけなんです。まずですね、これ、占有回収の訴えとかですね、あまり聞いたことがない単語を1年パンと出されるとですね、何のこっちゃっていうふうになっちゃって焦りますよね。気持ちはわかりますよ。ただこれすごく簡単なんです。占有回収の訴えをですね、不動産大学流に翻訳すると、俺から奪ったその場所返せということでございます。ただそれだけのことでございます。ポイントはですね、占有回収の訴えを提起すると、占有はですね、継続するという点なんですね。ということはどういうことかと言いますと、時効が中断しないということなんですよ。はい、これもですね、民法に書いてあるんです。この部分です。民法203条。占有権は占有者が占有の意思を放棄し、または占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りではない。この条文なんでございます。よってですね、占有を奪われていた期間も時効期間に参入されるということを言いたいんでございます。続いていきますよ。3。B が公土地の引き渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC 間の売買及び C に対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、B は公土地の時効により取得することはできない。さあどうでしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、×でございます。
これもですね、何言ってんだろうなっていう感じの選択肢なんですけども、選択肢の言ってる意味さえ理解できればですね、これはおかしいんじゃないかなっていうふうに自然にですね判断できるんじゃないかなというふうに思います。こういう選択肢が出てくるとですね、法律初心者にとってはですね、分からなくなっちゃっても仕方がないんじゃないかなと思いますけども、この問題はですね、要するに取得事項のことを聞いているんですけども、ポイントはですね、ここでございます。所有の意思、これが何かって話なんです。そもそもですね、取得事項っていうのはですね、所有の意思を持って平穏にかつ公然と他人のものを占有したものはその所有権を取得するというですね、これ条文があるんですけど、これ有名なフレーズなんで必ず覚えてください。これですね、来年の受験生さんはですね、超基本でございます。これ他人のものなのにですね、なんで自分のものになるんだっていうふうに思うかもしれませんけども、これ日本という国はですね、自分のものなのに使わずにですね、放置しっぱなしの人は所有権があってもですね、保護しませんよっていうルールがあるんでございます。これを権利の上に眠るものは保護に値せずっていうふうにですね、言ったりもするようです。ポイントはですね、取得事項の期間なんです。これにはですね、2つのパターンがあります。こちらです。占有を開始した時点において事故のものであると信じ、そう信じるにつき無過失、これ善意かつ無過失だと10年間。で、占有を開始した時点において事故のものでないことを知り、または過失によって知らなかった場合というのは、要するに悪意または有過失だと20年間で所有権を取得できるんでございます。で、ポイントなのはですね、これですね、選択肢で何て言ってるかと言いますと、AC 間の売買及び C に対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるっていうふうに言っているんですね。要するに他人にですね、登記された事実を知っただけで所有の意思が認められないんですかっていうお話なんでございます。どう思いますか？そんなことないですよ。知っただけですから、耳にしただけですよ。関係ないですね。重要なことを言いますよ。事故のものでないことを知っているかどうかっていうのはですね、取得事項そのものにはですね、関係がありません。ここはですね、選択肢の意味がですね、客観的に理解できていればですね、法律知識を知らなくても常識で判断できたかもしれません。続いて最後4。B が公土地の所有権を時効取得した場合、B は登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において、所有者であった C に対抗することはできない。はい、どうでしょうか？さあ、行きますよ。大丈夫でしょうか？はい、答えは、×でございます。私ですね、個人的にはこの問題一番頭がこんがらがりますね。これはですね、できればまあ解いてほしい問題ではあるんですけども、まあちょっと選択肢がですね、言い回しがすごくわかりづらいんですね。これはですね、B の時効取得 VS ですね、C の所有権登記、どっちが勝つかっていう問題なんでございます。ポイントはですね、C がいつ土地を取得したのかっていうここなんです。これはですね、C が土地を取得したのはですね、時効完成前でございます。ということはですね、C というのはどうなるかというと、時効完成前の第三者なんです。ということはどうなるかと言いますと、登記があってもですね、時効取得者には勝てないっていうことなんです。これをちゃんと理解できているかっていうことを聞きたい問題なんです。で、ここからポイントなんですけども、じゃあですね、この選択肢を正しく直すとどういう言い回しになるんでしょうか。はい、こんな感じの言い回しになります。こちらです。C は登記を備えていても時効取得者 B に対抗できない。これがですね、正しいんでございます。この問題はですね、法律初心者にはですね、非常に難しいと思います。何よりもですね、これ、宅建試験本番でですね、この言い回しをですね、冷静に正しく理解するっていうのはですね、そんなに簡単じゃありません。なのでですね、こういう問題はできるだけ私は飛ばしちゃった方がいいかなと思います。パッと見てですね、すぐさっと解ける方はいいんですけども、んっていう風に考え込み始めちゃうとですね、リズム崩れちゃうんで、こういうのはですね、できるだけ飛ばして後回しにしちゃってもいいんじゃないかなという風に思います。まあ、聞いているですね、知識自体はですね、参考書にも書いてある知識なんですけども、こんな感じでですね、具体的な事例にしてですね、問題を出されちゃうとですね、これ法律関係の学科に行って法律に慣れてらっしゃる方はいいんですけども、不動産営業やってるだけで別に法律なんか勉強なんかしたことないっていう方にとってはですね、これ宅建試験勉強ちょっとやっただけだと、こういうのにですね、やっぱり慣れてないので、知識を当てはめるのにですね、時間がかかってしまったりとか、当てはめる知識を間違えてしまったりするので、非常にですね、難解な問題なんでございます。これはですね、今まだ12月なので、今の時期からですね、コツコツやっていきたいという方に関しては、権利関係の問題をですね、やることを本当にお勧めいたします。まあ、問題とかですね、こう問題集読むとかです。とにかく、権利関係とか民法にですね、慣れるってことですね。ここに関してはですね、本当法律と直球の分野になりますんで、結構宅建業法とかですね、法令上の制限も法律知識なんですけども、まあ、ある程度暗記してしまえばですね、問題は解けるんです。ただですね、これ権利関係については、丸暗記だけで太刀打ちできない部分があるんです。どちらかというとですね、数学的なですね、頭の使い方を求められるですね、分野になってきますので、ここはですね、公式を覚えただけでは解けないんですね。公式を覚えた上でですね、問題に対してどういう公式を当てはめて、どういうふうに計算すればいいのかってところまで分かってこないと、安定的にですね、得点することができないというですね、分野になりますので、直前にたくさんやることをお勧めしない分野なんですけども、今はまだですね、1年間ありますんで、今の時期から始めたいという方は、ぜひですね、この権利関係に慣れていくっていうのにですね、時間を使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、また明日。必ずできる明日の世界へと。